今回は整形失敗で残念な顔になった芸能人や有名人たちを紹介しましょう。1位、神田うの。モデルや女優タレントとして様々な活動をしている神田うのさん。弟さんはお笑いコンビハマカーンの神田新一郎さんなのも有名ですね。最近ではウクライナ応援ネイルをブログに更新したり、ウクライナへ寄付をしたりなどでニュースに取り上げられています。やはり整形疑惑が後を絶たない神田うのさんですが、それに対して神田うのさんは整形疑惑を全否定しました。そうです、整形疑惑はデマだったのです。超長文にて整形を全否定されていますが、エチケットとしてヒアルロン酸とベビーコラーゲン注射をしているみたいです。それは整形ではないのかと突っ込みたくなりますが、神田うのさん曰く皆さんエチケットとしてやっているとのことでした。ヒアルロン酸とベビーコラーゲン注射はどのような効果が期待されるのでしょうか。ヒアルロン酸とベビーコラーゲン注射はメスを使わず気軽にできることからエチケットとして皆さん使ってらっしゃるようですね。2位、北野キイ。バナナサンドに出てる北野キイちゃんが別人と話題になっています。パッ見だけでも太ったことと顔が変わって鼻に明らかに筋が入っています。美整形は失敗していませんが、世間的には失敗、残念といった声が多く寄せられました。鼻が明らかにシュッとなっているので美整形自体は成功ですかね。ただ世間ではキイちゃん顔が変わった、昔の方が可愛かったというツイートが多くありました。実はお顔のメンテナンスについては2019年あたりからじわじわ囁かれていました。明らかに鼻筋が出ていますし、これは写真の角度とか化粧の問題ではないというのは誰の目から見ても明らかですね。特に女性ならなおさら気づくと思います。そしてバナナサンド出演時は体格も太っていたので鼻筋がさらに強調して見えてしまったということでしょう。そして太っただけでなく顔がパンパンで何か注入してる可能性も否定できないかなと思いました。3位、平子里沙。美魔女代表とも言えるモデルの平子里沙さん。50代近いとは思えないほどの美貌ですよね。そんな平子里沙さんですが、一時期やばい整形ぶりに世間がざわついた時期がありました。高須クリニックの高須院長が2015年に平子里沙さんの整形具合について指摘したことがありました。当時平子里沙さんの年齢は44歳で、年齢の衰えを補うべく過度なアンチエイジングぶりが話題になっていた頃です。平子里沙さんの顔がふっくらしたのは太ったからではなく、入れなくてもいいところまでヒアルロン酸が入ってしまっているからと指摘しました。そして高須院長曰く、もしもヒアルロン酸であればこれはヒアロニターゼで溶かした方がいいと助言。ただこのヒアロニターゼは誰に使うかを決めておいてから輸入しなければいけないと性労働省から通達が来ているらしく、高須院長は誰に使うかわからないのにその人の名前を先にかけってバカじゃないかって、緊急で打って溶かすわけだからねと怒り気味に話していました。では平子里沙さんはこのままかと思いきや、本人から相談があればもちろん溶かしてあげますと話しています。さらに高須院長はやっぱり頬の膨らみは溶かした方がいいね、あと唇も入れすぎでしょと指摘していました。このように平子里沙さんの整形はやりすぎとし、どうすればよいかを高須院長はアドバイスをしています。4位、
長谷川京子。2016大人げモデルから女優へと転身した長谷川京子さん。所属事務所から独立して、現在はフリーで活躍されています。そんな長谷川京子さんですが、唇が変、違和感がある、などの声が上がってきています。皆さん唇に違和感を持っている方が多いということが分かりました。以前に比べて唇が大きくなっていて、ドラマの内容が入ってこない、という声もあったほどです。以前の写真と比較してみると、かなり唇がぼってりした印象があり色気が増しています。オーバーリップの可能性もありますが、顔つきもかなり変わったのではないでしょうか。高須クリニック院長の高須院長は、長谷川京子さんの唇の変化について、このようにコメントしています。エラボトックス、顎線ヒアルロン酸、唇ヒアルロン酸、プチ整形3種の神器を、やっているようなお顔ですね。それに歯もメンテナンスをこまめにされているような、整形の枠にも入らないような小さなことですが、ご自身の顔をよくチェックされているんだろうな。フルカスタムが必要な人より、綺麗な人って、ちょいちょい定期的に直すのが好きなのね。だから、先に挙げた、エラー5000真のプチ整形は、美人に大人げの3点セットですよ。3ヶ月に1回を4回繰り返し、1年続けると血行キープ期間が長くなりますよ。その後は1年に1回チェックするくらいでいいし、そうまめにやらなくてもいいですね。やはり美人な方は美意識も全然違うんですね。メンテナンスとしてダウンタイムも少ないプチ整形3種の神器なので、気軽に手が出せてしまうんですね。ちょこちょこ直しのレベルが、いつの間にか世間が騒いでしまうような唇になってしまいましたが、そのような顔を目指して整形をしているのでしょうね。5位、夏菜。夏菜さんの鼻に違和感を感じるとネットで、話題になったのは2016年に放送されたドラマ、99.9 刑事専門弁護士の第7話と、第8話にゲスト出演した時のことでした。見たことあるような気がするけど、これは誰だ?と話題になりました。ドラマの写真ではありませんが、上の写真を見てみると別人級に顔が変わっています。夏菜さんの衝撃の変化に、鼻が明らかにおかしいピノキオみたい、外人の鼻をつけたみたいと、ネット上では驚く声が上がっていました。整形したせいか、笑った時の鼻筋が不自然に膨らんでいる気が、整形前でもとても綺麗だったので、ここまで変えちゃうんだと驚きの声が多かったのだと思います。もう本当に誰だかわからないですね。もともとポスト矢田亜希子と呼ばれていて目も大きく、とても綺麗な顔をされていたのですが、おでこから鼻が生えていて映画、アバターのキャラクターから来ている、アバター鼻やライオン鼻と言われているようです。以前マツコデラックスさんが整形している鼻のことを、小人の滑り台と表現していましたが、まさにそんな感じかも。6位、吉川ひなの。吉川ひなのさんには、整形疑惑と包茎疑惑が浮上しています。しかし整形疑惑については、デビュー当時の顔とはメイクで少し差がある程度で、整形したとは到底考えられないと言われています。しかし包茎疑惑は濃厚のようです。ハワイに移り住んでから、吉川ひなのさんはヨガを極めて腕や足が、とてもほっそりとしたスレンダーなボディになりました。しかし胸は以前と変わらず、それどころか大きくなっているのではないかと噂されています。しかし、吉川ひなのさんは2018年の2月に、2人目の子供を出産しました。女性は妊娠をすると子供に、
母乳を与えるという仕事があるため胸が大きくなります。胸が成長したと見られているのはそのためだと言えます。7位、綾瀬はるか。何の問題もなく美人に見える綾瀬はるかさんですが、ネットでは鼻がおかしいと話題になっているようです。鼻が不自然すぎて整形している、鼻を骨折したのではという噂があるようです。顎も多かったですが、鼻に対する意見も多かったですね。鼻を骨折されたというのはどうやら間違いないようですが、それで形が変わってしまったんでしょうか。学生時代の綾瀬はるかさんですが、ちゃんと今の面影が残っていますね。太っていた頃の綾瀬はるかさんですが、鼻は学生時代の頃とそんなに変わってないですね。綾瀬はるかさんは痩せるためにかなり努力をしたそうです。ダイエット後の痩せた綾瀬はるかさんですが、確かに鼻が小さくなった気がします。しかしこれは痩せて肉が落ちただけという可能性があります。痩せられなかったら実家に帰りますしと宣言をしていたので、その覚悟が綾瀬はるかさんのダイエットを成功させたのでしょうか。鼻はすっきりされていますが、太っていたり成長したりして肉が落ちたり骨格が変わったとも取れますので、鼻は何もしてないような気がします。8位、持田香織。日本テレビ系ザ・世界仰天ニュースでエブリリトルシングの持田香織に対し、司会の中居正広が整形疑惑を、何かございましたらコメントください、直接ぶつけるという衝撃的なシーンがあった。番組前半のトークコーナーで、よかったら高評価とチャンネル、ゲストたちが幼少期の写登録も予診と、よろしくお願いします。共に当時を振り返ることではとに、また次回でここで、お会いしましょう。幼い女の子が写った古めかしい写真がモニターに映ると、スタジオからは、かわいい、という声が上がったが、笑福亭鶴瓶の、誰?という問いかけに、気まずそうに手を挙げたのは、今月で37歳になる持田だった。中居に、どんな子?と聞かれ、面影が全然なくて、わからないって言われるんです、と答えた持田に対し、すかさず中井は、やったね?やったの、と、あまりにもストレートに切り出した。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。